どうも、りょうまです。今回も動物の森をやっていこうと思います。今開いたらなんかシーレットさんという方が引っ越してこられたってことなんですけど、例えば前々回にキャンプになんかライオン丸みたいな方が来てたんですけど、その人とまた別に来たってことですよね。これ早速お会いしに行きましょうか。まずはその前々回キャンプサイトでお誘いしたあ、落とし物が落ちてる。落とし物拾っちゃった。誰の落とし物だろう。持ち主を探して届けてあげた方がいいかも。後で探しに行きましょうかね。これもまずはそのライオン丸さんに会いに行きましょうか。今一通り探したんですけど、もしかしたらライオン丸さんまだお引越ししてきてないかも。ということで、さっき静江さんが紹介してくれたシルエットさんに会いに行きましょう。いました、シルエットさん。なんかおしゃれなお家に住んでるね。見た感じなんか屋根もピンクっぽいし、女の子な気がする。では早速お邪魔しまーす。おお、これはあれかな、リスかな。シルエット、あら、どなたかしら。引っ越してきたばかりで部屋の中がごちゃごちゃしててごめんなさいね。私はシルエット。あ、私だからやっぱ女の子っぽい。これからこの島でお世話になります。仲良くしてくれると嬉しいわ。ふふん。口癖がまた可愛いな、この子。初のリスだ。え、まあ、あれ、あの方いないよね。ライオン丸。あ、やっぱりいないんだ。次越してくるのかな、これは。これってさ、お引っ越ししてきたばっかりの時ってお話とかしてくれるのかな。あ、やっぱりそういう系の会話しか今もしてくれないのかな。あ、やっぱりそうだ。じゃあまた今度お話しに行きましょうかね。ハロウィン2日目の売ってるものを見に行ってみようかな。昨日がね、ランタン、なんかかぼちゃのランタンみたいなやつが売ってたので、これ毎日変わるってことだよね。うおー、すごい。これは何？あ、テーブルなんだ。ベッドかと思っちゃった。うー、結構いいお値段するってか買えないし今。これなんか物売って買わなきゃ。これ今の時期しかないんだもんね。これはぜひ買っときたいから買いましょう。岩をね、カンカンしてきて、お金を今貯めてきたので、これ買っちゃいましょう。しかもちょうど33,330ベルだ。すごいなんか、面白い額になったな。よし、高いけど、買っちゃいました。そういえば昨日、見落としてたんですよ、動画を見返して。これです、これ。アメちゃん ?10 月いっぱいの。そうだね、これも買っといた方がいいんだよね。これいっぱい買えるのかな。一日につきお一人様一個まで。あ、そうなんだ。昨日買わなかったら痛いな、これ。これ毎日来て買っといた方がいいってことだね。パンプキングに渡すとあれだもんね。なんかもらえんのかな。あ、やっぱり一個なんだ。昨日の分もったいないな、これ。そういえば昨日はね、ここに能面、めちゃくちゃこの面白い能面が売ってたけど、今日はなんか面白いの売ってるかな。おお、二日連続ですごい。何このイカした。フルフェイスネット、これも買っとこう。あ、意外と安いんだね。結構なんか高そうなイメージだったけど。こっちは何？これ何がついてんのこれ。顎ひげか。ひげはあんまり好きじゃないからいいかな、これは。そういえばハロウィンがね、始まって2日目で、昨日カボチャの種を植えたんですけど、どれぐらい育ってるのかな、これ。え、これでも一応育ってるよね。なんかでもちょっと伸びてるような気はするかな。これね、何日でちゃんとカボチャになるんだろうね。で、今回は、だいぶ短いんですけど、なんか他のね、ハロウィン要素もないので、ここで終わりにしようかな。で、今回はこんな風に育ってましたね。ということで、ご視聴いただいた方、ありがとうございました。